さて、やっていくコースはアテネポリスの 150cc。 ちょ、言うの忘れとったということで、やっていきましょう。ということで、レッツゴー。ちょ、押されたけど、まあ、なんとか1位に出れたのに。コインか。あー、ミスった。なんか、すごいとこ走ってる。ちょ、赤コイン。あ、赤コイン赤コーラ、怖かった。ということで、コイン集めながら前に戻りますか。あ、キノコ使うの忘れとった。まあいいや。すごい。こっちのハーパイ来たことなかったからさ。まさかこんなことになるとは思ってなかったで。あ、すごい。なんか、うろ覚えのニスクやってみたけど、絶対違う。うわー、やめてくださーい。また、コインを集め直して。キノさんスター。危ねえな。前見てなかったら悪いけど。さて、この皆さんでどこまで上がりきます、出ますか。1位まで来ちゃった。ラッキー。さて、やっていくコースはアテネポリスの 150cc。 ジゲムさん、お願いします。ということで、レッツゴー。僕、初手の走法知らないのよな。なんかこんな感じで行くっていうのだけはわかるけど、こうか、こうだ。着地したら MT からの JA ね。さて、真ん中のダブル探していただいて、ボム兵どうしようかな。設置しちゃえ。あー、赤コーラ来てる。まあ赤にだったからボム兵使っちゃってよかったか。あー、ダブルが割れなかった。これまずい。後ろ殺意だけ、この人。緑コーラ前投げは殺意高えよ。なんとか逃げていきたいところ。とりあえずコイン10枚になったんで、ちょ、テレサー。サンダー降ったね。これはまあ悪くはないか。どうだろうか、わかんねえや。フェロップさん頑張って。編集中の俺、トゲが飛んできてる。これちょっとまずいね。あ、クラクション出とるやん。見てなかった。どうせ出ねえと思ってた。ちゃんと見ねえと。まあ、このゲストは大丈夫。いやー、これはクラクション使えてれば1位あったな。いやー、ちゃんと信じなきゃダメだね、自分の運を。さて、やっていくコースはマドリードグランデの 150cc ということで、レッツゴー。2位の人、ハングオンバイク使うの珍しいね。
ハング使える人ってなんかすごいかっこいいよね。僕使えないもん、うまく。おっと、ちょっとミスったけど、まあ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 、9大点。コイン5枚の1、まあいいんじゃないか。そしてここのコインもしっかり回収して、ちょっとエレサー、このコイン僕使うつもりだったんだけど。待って、アイテムボックス塞ぐ。ボム兵だったけど当たってなさそう。このまま2敵との距離も離れてるし、1逃げをしてしまいたいところ。トゲが飛んできてるね。おっと、あ、でも赤コーラ飛んできてるのはラッキー。さてどうしましょう。表防御なんですけど、テレサ君マジで来ないでくれよ、頼むから。1個前の動画ですんごいことになったから。さてとりあえずインのダブルボックスを塞いどきまして、あれも言うて取れるからな。テレサー、まあ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 、コイン、ボケも来てる。ちょっとこれきついね。いやでも意外と、ニートの距離はめっちゃ離れてるな。いや、違う。テレサで消えてただけだ。なるほど。ニー敵がテレサ使ったから、あれか、取られたのか。じゃあしゃあない。あれ?アイテムが定まらない。うん。ちょ、下手すぎて。まずい。いやー。消えないよね、そうよね。これはしゃあない。しゃあないしゃあない。さて、やっていくコースはキノピオサーキットの 150cc。ジゲムさん、お願いします。このコース、打開が強いんだけど、まあ、1位スタートだし、前張るか。ということで、レッツゴー。なんかとりあえずコイン回収して、ちょっと許してください、譲るんで。とりあえずコインが欲しいです。あぶね、譲ってくれてもいいのよ。さてどうしましょうか。さてとりあえずダブルボックスは割れた。とりあえずコイン回収かな。まあいや、使っちゃえ。テレサが怖いけど、とりあえずダブル防御になったのはラッキー。このまま後ろとの距離を離していくか。さて赤コーラが飛んできたが、まあもう一個赤コーラが飛んできても大丈夫なんで、1逃げ切ってゴール。ナイス。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価していてくださると嬉しいです。ここからは私事になりますが、サバチャンネルの方でバキューカさんという方のギリギリ動画を上げています。もし興味がある人はそちらも見ていてくださると嬉しいです。ということでありがとうございました。バイバイ。